カトキはじめは、アニメ、ゲーム、玩具などを中心に手掛ける日本のメカニックデザイナー、イラストレーター、元同人作家、埼玉県出身。デビュー当時の名はカトキ砂を後にカトキはじめ、同人作家時代は、本名の加藤をはじめの表記も見られた。メジャーデビュー作の、機動戦士ガンダム00オースターダストメモリー発売のタイミングより、 カタカナのカットキはじめ表記にしている。模型雑誌モデルグラフィックス連載企画、ガンダムセンチネルのメカニックデザインで一躍脚光を浴びる。その後も、機動戦士、ガンダムシリーズのメカデザイン、二次創作、同シリーズのプラモデルのコンセプトデザインを担当するなど、機動戦士、ガンダムシリーズに関わることが多い。機動戦士ガンダムダブルオースターダストメモリーにおいては、 川森正春がデザインを行った前半の主役機ガンダム試作1号機の機構部分などのデザインを担当した際に自らの観点で修正を行いその延長として後半の主役機ガンダム試作3号機をデザインしたオリジナルである川森の試作1号機についてデザインはあまり好きじゃないけどメカデザイナーの自己満足であってファンは喜ばないと思いますとコメントをしている その主張は、基礎音作の、機動戦士ガンダム0 0ポケットの中の戦争を用に、起こされた、メカニックデザインを、ガンダムセンチネル、機動戦士ガンダム0 0中に取り入れる試み、などにも現れている。仕事は、メカニックデザインが中心ではあるが、ガンダムセンチネルなどで、キャラクターデザインも手掛けることがある。CG 作品集、ガンダムフィックスなどイラストレーターとしてもいくつかの、 紙面イラストレーションやパッケージアートを手掛けているほか、ガンダムフィックスから派生した塗装済み完成品フィギュアシリーズ、ガンダムフィックスフィギュレーションの監修、プロデュースを担当するなど、アニメーションのメカデザイナーの枠だけには収まらない、多彩な活動を行っている。2013年には短編映画をムニバス作品、ショートピースの中の一編、武器をさらばで、 初めて映像作品の監督を務めた。また、2014年7月から上映、発売された、ガールズパンツァー OVA、これが、本当のアンチ予選です。に、エコンテで参加している。活動の場をプロに移してからは、リアル思考のメカ人物以外の画風を披露することは稀だが、同人作家時代の、長時空要塞 マクロスのオペレーター三人娘の水着カット等、電脳戦機バーチャロンの CD ジャケットに女性がためかイエンの擬人化イラスト、鈴宮春日の憂鬱のアンソロジー出版物にイラストを描く等、その芸の幅はパブリックイメージよりも広い。ガンダム関連ではアレンジワークが多いことからオリジナルのデザイナーである大河原邦夫と対比されることが多い。 主役機デザインコンペで、機動戦士 V ガンダムは採用されたが、続く、機動部東電 GE ガンダム、新機動戦機、ガンダム W では、大河原のデザインが採用された。新機動戦機、ガンダム W エンドレスワルツでは、作品の主要支持層である女性に対して、デザインの方向性について、アンケートを取るなど、それまでにはなかったアプローチを試みることもあった。現実の兵器、 重機や航空機、宇宙船などの特徴を取り入れた、情報量の高いメカデザインを得意とする。工業製品的と評される作風は、パブリックな記号をデザインに取り込むことで、フィクション性を低くするための手法としている。ガンダムの原作者、富野義行からは、V ガンダムのデザインワークに対し、彼の絵の晴れやかなルックスがあったおかげで、救われた。 エンジェルハイローのデザインを彼に任せたらもっといい形になっていたでしょうと評価する一方、旧来のガンダム的なものに汚染されているオーバーデコレーションにしかならないとの国評もある。同監督作品のガンダムに過渡期の方から参加の意向を伝えたものの断られた。漫画家の吉崎観音、作家の福井春斗氏、イラストレーターの新川洋次らは彼のファンを公言している。 柳瀬貴之や藤岡健樹など彼の作風の影響を受けたデザイナーも数多い。河原ちとカトキ立ち大河原国夫の河原ちと呼ばれるロボットの設定画における典型的なポーズに似た概念としてカトキはじめの設定画のポーズはカトキ立ちと呼ばれる。彼の描くロボットの設定画では両足を肩幅程度に開き左足のつま先を 画面の右斜め下方向、右足のつま先を、画面の左斜め下方向に向け、軽く両肘を曲げて、拳を握り、胸を張っているポーズしか描かれない。この時の視点は、真正面ではなく多少横にずれた位置であり、ロボットの顔は、いわゆるカメラ目線である。過渡期始めの設定画に限らず、アニメのイラストやプラモデルのディスプレイでも広く、用いられている。ちなみに、 本人は、過渡期立ちについて、最もスタイリッシュに見えるスタチ姿として考えた、ものであるという。既存のロボットの設定画において、足首の立体感、接地感が表現されていない場合が多かったことに、対する不満がその原点としている。機動戦士ガンダムなど、既存作品に関するイラストのうち、その本来の設定イラストや、劇中イメージとは異なり、 カトキはじめが作品内の歴史や系統を重視し、本来こうなるべきではないかといった主観に基づき描いた二次創作物をカトキ版バージョンカと呼ぶ。バージョンカという名は B クラブ製のガレージキットで用いられたのが発祥である。当初はガンダムセンチネル0079版として発売予定だったが、当時センチネルの半券の関係で番イと、 モデルグラフィックスが揉めており、この名称が使えなかったための装置だった。それ以降は、バンダイのマスターグレードシリーズや、ガンダムフィックスフィギュレーションでも使用されている。キネマ巡報別冊動画王ボリューム0五1998年6月10日号。佐々木原豪、第3部 V ガンダムという戦い、富野義行インタビュー、それが、V ガンダムだ。 機動戦士 V ガンダム徹底ガイドブック、銀河出版、2004年2月7日、ISBN4 から877770542、165から166.184ページ。聖戦士ダンバインノスタルジア富野義行、VS コセントの剣対談。インク、コピーライトサンライズ、機動戦士ガンダム00オースターダストメモリー作品、紹介サンライズ。サンライズ。 サンライズインク、2021年6月18日、閲覧。インク、コピーライトサンライズ、機動戦士ガンダム WO ジオンの残光作品、紹介サンライズ。サンライズ、サンライズインク、2021年6月18日、閲覧。スタッフ機動戦士 V ガンダム。www.v-gundaam.net 2021年6月18日閲覧。スタッフキャスト起動舞踏で人アンダム。www.g-gundam.net。2021年6月18日閲覧。新起動戦記ガンダム W.TV シリーズライブラリー。スタッフキャスト。www.gundam-w.jp。 2021年6月18日閲覧。JC スタッフオフィシャルホームページ。jcstaff.co.jp。2021年6月18日閲覧。スタッフ、機動戦士ガンダム第 08ms 招待。機動戦士ガンダム第 08ms、招待公式サイト。2021年6月18日閲覧。新機動戦記 ガンダム W, エンドレスワルツライブラリースタッフキャスト www.gundam-w.jp,2021 年6月18日閲覧 sd ガンダムフォース ,www.sunrise-inc.co.jp,2021 年6月18日閲覧スーパーロボット対戦 OG ディバイムウォーズ www.suparobo-anime.jp2021 年6月18日閲覧スタッフキャスト機動戦士ガンダム UC ユニコーン www.gundam-unicorn.net2021 年6月18日閲覧映画ショートピースオフィシャルサイト映画 ショートピース、オフィシャルサイト。2021年6月18日閲覧。スタッフ、コードギアス王国のアキト公式サイト。www.gears.jp。2021年6月18日閲覧。ワールド機動戦士、ガンダムザオリジン公式サイト。www.gundam-the-origin.net。 2021年6月18日閲覧。ワールド機動戦士。ガンダムザオリジン公式サイト。www.gundam-the-origin.net。2021年6月18日閲覧。ワールド機動戦士。ガンダムザオリジン公式サイト。 www.gundam-the-origin.net 2021年6月18日閲覧。機動戦士、ガンダムユニコーガール E-0096。機動戦士、ガンダムユニコーガール E-0096。2021年6月18日閲覧。インク、コピーライトサンライズ、作品概要、機動戦士。 ガンダム NT 公式サイト。機動戦士、ガンダム NT 公式サイト。2021年6月18日閲覧。機動戦士、ガンダム先行のハサウェイ公式サイト。機動戦士、ガンダム先行のハサウェイ公式サイト。2021年6月18日閲覧。キャラクター。スーパーロボット対戦30、バンダイナムコエンターテインメント。 2021年7月19日閲覧。ありがとうございます。